言語入力キーは、日本語や朝鮮語のキーボードに見られる、インプットメソッドで文字を変換するために使用するキーで、ある。これらのキーのないキーボードで IME を使用するときは、ショートカットキーを使用するが、常に、言語入力キーと同じ働きをするとは限らない。日本語キーボード Apple の日本語キーボード PC-9800 シリーズのキーボード Microsoft Windows で、 標準となっているオットグの109キーボード配列には、半角、全角、漢字キー、無変換キー、変換キー、ひらがな、カタカナ、ローマ字キー、英数キーの5つの言語入力キーがある。MacOS 用に設計された Apple のキーボードには、英数キーとかなキーがある。1980年代から1990年代に、 かけて、日本で最も優勢であった日本電機の PC-9800 シリーズのキーボードには、カナキー、ンファーキー、ザファーの3つの言語入力キーがあった。漢字キーは、日本語入力モードと英語入力モードの切り替えに使用する。IBM PS555576 から001では独立のキーであった。IBM PS 555576から002では左の ALT キーと共用された。106、109キーボード配列では単独のキーではなく半角、全角キーと統合されており漢字と刻印されていない場合もある。変換キーはかな漢字変換においてかなを漢字に変換し、また次の変換候補にフォーカスするのに使用する。シフト変換で 前の変換候補にフォーカスする。ただしこの機能は、マイクロソフト IME など多くの日本語 IME のデフォルト設定で、スペースキーでも同じ動きをするようになっている。スペースキー他の用途を参照。無変換キーは、かな漢字変換を行わずに、ひらがなとして確定する場合に使用する。半角、全角キーは、もともとは、全角と半角の切り替えに使用していた。 現在では IME のオンオフの切り替え、つまり漢字キーと同じ意味で使用している。106、109キーボードではキーボードのタイピングエリアの左上端にあり、以下のように刻印されている。Microsoft IME で入力文字を全角、半角にするには以下のキーを謳歌する。ひらがな、カタカナキーはひらがなとカタカナの切り替えに使用する。以下のように ローマ字キーが統合されている場合もあり、その場合、ALT ひらがな、カタカナか CTRL シフトひらがな、カタカナで、ローマ字入力モードとカナ入力モードを切り替える。カナ入力モードになっている状態を、カナロックといい、Windows では、言語バーの、カナが青く表示される。PC-9801 シリーズでは、この機能のためのカナキーが存在した。AS キーは、 英数モードへの切り替えに使用する。106、109キーボードでは、キャプスロックキーと共用されている。英数、キャプスロックを単独で押した場合は、英数キーとして働き、シフト英数、キャプスロックを謳歌した場合は、キャプスロックキーとして動作する。韓国で一般的な2ボル式配列のキーボード韓国の PC、AT5 換気の標準的なキーボードには、 キーとキーの二つの言語入力キーがある。いくつかのキーボードでは独立のキーになっていない場合もある。韓国語入力モードと英語入力モードを切り替えるのに使用する。和ハングルは英語の意味である。多くのコンピュータシステムではキーを使わなくても同じ動作をする別のキーかキーシーケンスが用意されている。韓国で使われている多くのポータブルコンピュータではキーがなく、 代わりに右の ALT キーを使用する。そのようなキーボードでは右 ALT キーにとだけ書かれているかと ALT が書かれている。ハングルを漢字やその他の記号に変換するのに使用する。和朝戦語で漢字の意味である。多くのコンピュータシステムではキーを使わなくても同じ動作をする別のキーかキーシーケンスが用意されている。 韓国で使われている多くのポータブルコンピュータではキーがなく代わりに右の CTRL キーを使用する。そのようなキーボードでは右 CTRL キーにとだけ書かれているかと CTRL が書かれている。ありがとうございます。